買ってください。ちょっと見せてくださいよ。嫌です。なんで、ちょっと厚底減るんで。厚底薄底になるんでやめてください。見ないでください。ゲストが来てくれています。フラッグから石川俊一郎さんです。どうぞ。フラッグの DJ 石川俊一郎です。よろしくお願いします。いい声してますよ本当に。なぜこんな風になったかと言いますと、はい、太ったんですって。太りましてね、自分の体重62キロだと思って、うんうん、ずっと生きててプロフィールにも62キロって書いてたんですけど、コロナの中で1ヶ月2ヶ月ぐらい前かな、測ったら68キロあって。68キロあって6キロ、プラスマイナス6キロはでけえなと思いまして、でダイエットを始め、でちょっとやったんですけど、やっぱり自分では続かなくて、でまあ取っちゃったなって話をしたら、それなんかどうも応援を君に立つとミューラーに捕まって、でじゃあなんかちょっととりあえず撮影するからって言われて、よくわからぬまま今ここに至るって。そう、車でフラッグ聞いてたらすごい太ったっていう話をしてて、はい、うん、そんな番組じゃないですけどね、別に爽やかにスポーツ番組なんですけど、ね、とりあえずハッシュタグ参加しようと思って車止めてですよ、わざわざ車路中してフラッグハッシュタグつけてやったら、はい、そう、これはやってくれるかもしれないと思ってこの動画に至っております。はい、やってるもんだ。FTuber は知ってました？知ってました、知ってました。やっぱり僕も金曜日ですけど、うんうん、同じ、まあ、果たしてその同じ金曜日なのかっていうところの議論もありますけど金曜なのかい朝なのか夜なのかいみたいなところありますけど、はい、でも、まあ、同じ金曜日生放送ってことで、うん、聞きましたよ。ありがとうございます。すごい、はい、もう聞いたんです。バッチリ。 F 横唯一じゃないですか。プライドはないんですね。ここの番組は下げていくスタイルだよね。プロデューサーもさっきから結構プライドがない発言が多いんですけど。ということで1ヶ月間ダイエットでちょっと対決をしたいなと思ってるんですけど。出ました。一人でやるとどうしても心が折れるし、そんな、なんかしょっちゅう会える関係でもないので、うん、今回ですねアプリを使ってちょっと2人 の、 その体重の増減を共有していきたいなと。はい、使用するアプリはゆるっぷるというアプリを使用いたします。はい、これでもカップルとか家族で共有するやつじゃないですか。そうですね、カップルとか家族とかで共有するときに使ってくださいって書いてあったんですけど、まあでも言ってしまえば F 横ファミリーじゃないですか。F 横ファミリーじゃないですか。これ初対面アラサー男女がその共有するもんじゃないと思うんですけど、体重っていうのはね、うん、まあまあでもいいでしょう、いいでしょう、はい、頑張りましょう。何します1ヶ月。僕はもうそのまあ競っていくっていうことなんで、うんうん、もう作戦は決まってまして、まあ、今いろんなダイエットあるじゃないですか、はいはい、なんとかダイエット、うん、なんとかダイエットって、僕はもう逆にランニングのみっていうのみ、ひたすら走るっていう、だからこれで痩せてついでに体力もついたら最高じゃないのっていう、僕はもう直前に走るっていう作戦を取ろうと思います。昭和スタイルですね。昭和スタイルです。タイヤ引いて走ろうかなと思います。そうです、下駄、鉄下駄履いて俺は走ろうかなと思いますよ。やっぱり結局そのランニングこそダイエットの基礎だっていうところを皆さんにお見せしたいなと思いますんで、うん、なるほど、はい、じゃあ私はそれに対抗するように、はい、最近やたら出ている何々ダイエットっていうのを、うん、ちょっと目についたものから1週間おきぐらいにパン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 っていろいろ、甘っちょろいやつね、ミーハー甘っちょろダイエットでいこうかなと。甘っちょろのやつだ。持ってどうせリンゴ食べたりするやつだ。ちょっと古くない？どうせカスピ海ヨーグルトとか食うやつだ。ちょっと古いけど、まあやるかもしれないですね、もしかしたら、はい、っていう感じで、じゃあ新一郎さんはひたすら走る、うん、走ります。私はひたすら手を出すっていう感じでやっていきたいと思います、はい、はい、でですよ、はい、禁止事項を設けたいんです。禁止事項、私コンビニでおやつとか買わないようにしようと思ってもお腹空いてそこにコンビニがあったら寄ってしまうんですよ、はい、うんうんうん、それやめたいんで、うん、こういうところなんかこういう公の場をお借りして、はいはい、約束したいなと思って。ああ、自分の中のカス、はい、それに巻き込まれていただいて。マジかマジか。3つ。なんかこの1ヶ月はこれはしないぞっていうのを3つ、要素が多いな、3つ、はい、はい、ちなみに私が考えてるのはそのコンビニとかで、はい、買い食いですね、買い食いをしないっていうのと、夜8時以降は食べないっていうのと、コーヒー紅茶を飲むときは砂糖は入れない。あー、なるほど。
ね、なるほど。生活の身近なところでちょっと。夜8時以降と紅茶のやつのちょっとその差が半端ないです。夜8時以降結構なハード。まあでもそれぐらいバランスがないと。そうそうそう、ね。確かにそうですね。1ヶ月続けるっていうね。じゃあ僕はですね、決まりました。もう朝になるかと思いました。まず1個は、はい、お酒禁止。おえ ?1 ヶ月?お酒禁止。だから僕もともと全然飲まないんですよ。あ、そう、え?全然飲まないんで、まあいいかなと。いけるかな、1個ゆるいやつね。はいはい、ゆるくね。はいはい、ゆるく。あともうこれはきついのがちょっとジュース禁止。おお、コーラとかサイダーとか飲みがち。結構、あ、そうなんだ。これ飲みがちなんだ。なるほど。であとこれ結構きつい、ラーメン禁止。おお、このラーメンが恋しくなる季節に。いや、そうっすね。ラーメンは、でラーメンって絶対ラーメンとご飯食べちゃうんで。おお、そうだからラーメン禁止、この3つでいこうかな。なるほど。はい、そうですね。それで戦います。1ヶ月禁止事項、はい、じゃあどっかラーメン屋さんで俊一郎さんのこと発見したらすぐツイッターで報告をお願いします ね。コメント欄とかツイッター、首根っこひっつかんでも外に出してください。グーッグーッグーッ、ラーメン食わねって言っただろ。ごめんなさい、裏で腹ボコボコ。ほらほら、吐き出させる勢いで。あ、厳しそう。ラーメン1ヶ月禁止は厳しそう。まあでもそれぐらいのことやって、やっぱもうやるからには僕もうその勝ちますよ。もうこの動画が何回再生か分かんないですけど何回再生か分かんないですけど、その何回再生にも俺は本気でいきますからね。素晴らしい、じゃあなんか勝った方にご褒美があった方が我々ゆとり世代としてはそうですね、やる気が出ますかね。そうですね、ご褒美欲しいんですよね。私もう決まってるんですけど。何ですか？フラッグに出させてください。勝ったですよ。俺はいいんですが、それは番組スタッフとの話があるんで。そう、もうここに。いや、一応メイン DJ の OK はここではいただいたということで、一旦じゃあその方向で参ります。で、九州さんどうしましょう？僕もなんか欲しいんですけど、何かあります？バズされたいじゃないですか。いやいや、3時半でしょ。え、まあありがたいじゃん。いいじゃないですか。いや、なんか違うんだな、なんか違えんだけど、まあまあ、夜中3時半から FM 横浜バズスタジオ生放送に出演。まあまあそうっすね。ちょっと腑に落ちないですけどね。腑に落ちないんだよな。うん、すごい素敵な現金とか、現金とか言ってもらえるのかと思ったんだけど、まあ違えんだよな。まあバズスタジオにじゃあ出演ということで。出れるですもんね、バズスタジオね。はい、ありがたい。え、でもダメですよ、ダイエットかつてでやってもらう。いやいや、もちろんもちろん、それも僕はだってその何ていうんですか、痩せるっていうこと、痩せるっていうことと、その頑張ったっていうその根性を見てもらうっていうことがメインで、バズスタジオに出たいっていうところは多分あれですけどね。ゴニョ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 。なるほど、分かりました。出させていただけるもんなら出ますよ。ありがとうございます。ありがとうございますって言っちゃった。頑張りますからね。コメント欄に何パーセントやったみたいなもし書いてくれる方がいて、確かに一番近い方に何かあげる。おー、コメント欄の方も。そうですね、俊一郎さんは何キロに、私は何キロにっていう、何かしら家にある粗大ゴミかなんか持ってきます。言っちゃってるからゴミって。そうです、ちゃんと多分サイン入りステッカーとかちょっとまあプレゼントすると思うんで、コメントぜひぜひ。マジで頑張るからな俺。私だってマジで頑張るから。こんな人生で初めてだ、体重を晒したのは。母ちゃんなんか強いんだ。さすがなんだよな。そう、頑張りますね。頑張りますね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。二人とも太って終わったら笑う。なんか太って終わったら罰ゲーム必要じゃないですか。太って終わったら首だ、首。太って終わったら二人とも首だよ。太って終わったら首ですね。番組終了。俺も首、バズスタジオも終了。